プラネット計画、プラネット計画、プラネット計画は、東京大学宇宙航空研究所、後の宇宙科学研究所、現宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所による太陽系探査計画、及び計画された宇宙探査機シリーズの名称である。2010年現在、4機の探査機が打ち上げられ、1機の探査計画が進行中である。 他にこの計画から発展した複数の探査計画があり、それぞれ実績を上げている。日本における惑星探査の構想は1971年に始まる。宇宙科学研究所の前身である東京大学宇宙航空研究所で行われた、かつ惑星シンポジウムにおいて長友信人との 大気改造の技術的可能を考慮した近世観測計画について、山津ツ後期のロケットによる月、惑星ミッションの可能性についてが発表され、1972年の同シンポジウムでは、連名でスペースシャトルペイドを利用した近世大気圏の観測計画、太陽母推進による太陽接近観測の可能性についてが発表されている。この時期には、 金星周回探査機や金星大気球、小惑星、水星サンプルリターン等が考案されたが、どれも十分な検討を経ているとは言い難く、また当時利用可能であった M-4S ロケットの打ち上げ能力が惑星探査を行うにはあまりに非力であったこともあり、具体化には至らなかった。1974年、ミューロケットの上段をロックス、 LH にエンジンへと置き換えた改良型である MX ロケットの検討が行われていたことを背景として、武光健教授、当時大林達造によって、科学衛星系の一部として計画的な惑星探査が提案された。地球周辺空間や宇宙船の観測を行う X 計画や、より高度な総合観測を行う AST 計画と並び提案されたものであり、 PLP 計画と呼ばれていた。計画は A から E まで以下の5つのミッションで構成されていた。1980年代前半での実現が予定されていたが M、X ロケットの使用を前提とした場合においても単独で実現可能なのは PLP-B までであることから計画の実現には国際協力による大型ロケットの利用が期待されることが考えられた。 そのために米欧との協調に慎重な考慮を必要とするとされた。プラネット計画の具体的な構想は1975年に行われた科学衛星シンポジウムで開始されることとなる。このシンポジウムで東北大学の大屋間によって発表された惑星探査の意義と計画では、惑星探査を1、惑星探検2、惑星に対する科学知識の集積 3. 惑星利用と実際名への応用という3段階に分割し、どの段階も重要であると述べた上で、日本は第2段階で参入すべきであると強調している。具体的な計画としては、以下のような探査機が提案された。これを踏まえ、近世探査機のプロトタイプを想定し、後に大空と命名されることになる、中層大気観測衛星 X-C 計画が提案された。 これは1982年から1985年にかけて実施される中層大気国際共同観測計画に合わせたもので1979年から開発が始められた。1970年代後半、1910年以来76年ぶりにハレー彗星が接近することを受け、開発中の M-3S ロケットの2倍以上の 打ち上げ能力を持つ改良型ミューロケット、M-3SKI 型ロケット、後の M-3SII ロケットによる、ハレー水星探査計画を、秋葉良次郎が発表し、ハレー水星探査の機運が高まることとなった。その影響で、プラネット A 計画も当初の金星探査機から、ハレー水星短期に変更される。当初は、金星フライバイも盛り込まれる予定であったが、 ハレー彗星に目標を絞り、総重量1 2 0ラムの探査機を2機打ち上げることになった。東京大学宇宙航空研究所が、文部省直轄の宇宙科学研究所に組み替えられたこと、また、ハレー彗星探査において、関係宇宙機関が連携を密にすること、ハレー艦隊を目的に、イグが発足れたこと等も、この計画を後押しすることになる。 プラネット A 計画を実現するために、4つの大きな開発が行われた。日本初の新宇宙探査機となる MST を、先駆け及びプラネット A、水位の探査機本体、探査機を惑星間軌道に打ち上げる M-3、SII ロケット、探査機と通信を確立するための薄田空空空間、観測所の直径64メートルパラボラアンテナ、探査機を、 ハレー彗星まで導く広報システム以上の4項目がそれである。先駆けと、彗星は特に大きな問題もなく、ハレー彗星探査を終え、地場観測や紫外線によるコマの撮像、太陽風との相互作用の調査等の分野で大きな成果をもたらした。プラネット A 計画の変更に伴いプラネット、計画自体も変更が行われることになる。 1979年の科学衛星シンポジウムで、大屋間の惑星圏研究観測計画の長期展望によって、以下のように提案された。N または H ロケットを用いるとされているのは、1966年の国会報告によって、ミューロケットの直径は1.4メートルまでと制限されていたために、ミューロケット及びその改良型の使用では打ち上げ、力が足りず、 目的の探査が行えないと判断されたためである。M-3SII ロケット1、2号機打ち上げ、以降、惑星探査用の大型個体ロケットを開発する、アブソルート計画が本格的に始動したこと、また、文部省が宇宙開発事業団のロケットを用いることを、良しとしなかったことや、M-3SII ロケットによって打ち上げた、科学衛星が、 世界トップレベルの観測成果を上げていること等から、九百八十九年にミューファイブロケットの開発が了承されたこと、これらをもってミューファイブロケットを用いることに変更された。プラネット C として、近世探査計画が選定される、後日以前の九百九十九年、対価間は、木星探査計画の打ち上げロケットに関して、しかしプラネット C、C 計画は、 やはり H2 ロケットの使用が不可欠であることを強調しておかねばならない、と述べている。1980年代後半、大型探査計画が可能となる見込みが出たために、プラネット B 計画と並行して月、ペネトレータ計画、後の LUNARA 計画や、小惑星サンプルリターン計画、後の MUSESCE が等、様々な探査計画が考案された。 その中で、金星探査機プラネット B 計画は着々と検討を進め、プラネット A 計画の探査機開発成果と、XC 計画の観測機機開発成果を活用したスピニアス式 250kg の金星探査機を用い、パイオニア・ヴィーナス計画の観測成果を受けた上で、より詳細な観測を目指す計画となった。しかし、 1989年秋から1990年春にかけて行われたミューハイブロケット2号機のミッションプラン選定で候補の一つとなったプラネット B 計画は MUSESC 計画とともに LUNARA 計画に敗れ再検討を要求されることになる。再検討にあたって NASA のバイキング計画で明らかになった火星の大気圧分布が 理論モデルと合わないこと、ソ連のフォボス計画で火星の上層大気から宇宙空間への酸素の流出が観測れたこと、金星の上層大気についてはパイオニア・ヴィーナス計画ですでに十分な探査が行われていること等から火星探査派が金星探査派よりも優勢となる。また、工学研究者たちの後押しがあったことが決め手となり、プラネット B 計画は 火星探査機として開発されることになった。再検討を経て、火星探査機となったプラネット B 計画は、1991年秋から1992年春に、かけての選定で、アストロイー計画に競り勝ち、ミューファイブロケット3号機のミッションプランとして採用された。その後、打ち上げ延期や過酷な軽量化、推進系配管に追加された、逆止め弁の故障による、 パワードスイングバイ失敗と周回軌道投入用燃料の不足、大規模な太陽フレア、1ビット通信など、望みは開発中から火星周回軌道投入までの童貞にあった数々の困難をくぐり抜ける。しかし、2003年7月9日に電源投入ノイズによる誤作動で2度目の通信途絶が発生。火星周回軌道投入期限である同年12月9日、 までに通信が回復しなかったため、周回軌道投入を断念し、5年間にわたる運用が終了された。プラネット B 計画が承認された1990年代前半、火星探査の次の計画としては、水星探査が有力とされていた。この背景としては、当時水星を探査した探査機はマリナー15のみであり、フライバイによる探査であったことから、 極めて限定的な観測しか行われていなかったことが挙げられる。そのような状況の中で、1997年に水星探査 WG が結成され、翌1998年5月28日に大宮で行われた第21回宇宙技術及び科学の国際シンポジウムにおいて MUSESC での実証を予定していたイオムエンジンを主推進機とする。 水星探査機の構想が発表れた。この構想は MUSESD もしくは Planet-C になるとされ、高度 300km の水星周回軌道から分解能 30m での全球マッピング及び実機圏の観測を行うというものであった。構想では2005年8月に MU5 ロケットもしくは H。 E やロケットを用いて打ち上げ、イオンエンジンによる軌道変換を行いながら2006年及び2007年に金星スイングバイを行った後、2008年1月に水星スイングバイを行い、2009年9月30日に高度 300km の水星周回軌道に投入するとされていた。同年11月に正式に提案され、予算化を目指していたが、 一年後の1999年11月に欧州宇宙機関がコーナーストーンミッションとして検討中であったウェピ、コロンボ計画への参加についアイセスへ打診があり、翌2000年9月にアイセスからイーサへ参加表明を行い、同年10月にはコーナーストーンミッションとして正式に採択された。1974年に行われたマリナー15の探査によって、 脚光を浴びたスーパーローテーション等、金星子には地球とは異なる気象現象が多く存在する。これらの研究は何十年と続けられてきたにもかかわらずほとんど解明されておらず、比較惑星学等の観点から多くの研究者が金星気象の調査を望んでいた。しかし、当時の探査計画のほとんどは地表面の探査や可視光での殺像に止まっていたため、 これらの現象の構造解明に至る詳細な調査結果はもたらされずにいた。しかし、1990年頃に赤外線を用いて、金星の仮想大気や地表面までの大気圏を大気圏外から投資できる可能性が示唆される。この新たな探査手法の登場を受けて、プラネット B の打ち上げを控えた1995年頃、再び金星探査計画の検討が始められた。 この計画は、金星の気象を探査することのみを目的とした、世界初惑星気象探査機というものであった。延べ3度目となる、金星探査計画は、金星上層大気と磁気圏の探査という、それまでの計画とは違い、世界初の金星気象探査機という、新たな形をとって2001年1月11日から2日間に、わたって開かれた第1回宇宙科学シンポジウムにおいて、 発表された。2001年5月10日の宇宙理学委員会及びその後の宇宙開発委員会で計画が承認され、2004年から試作モデルの製作に取り掛かった。ミューファイブロケットに最適化された設計を想定していたが、2006年にミューファイブロケットの廃止が決定され、それに伴って打ち上げロケットが HEA、ER、ロケットへ変更された。 赤月は2010年5月21日に HEA、ER、ロケット17号機で打ち上げられた。2003年に打ち上げられたハヤブサが2005年に小惑星糸川にランデビューし、多くの素晴らしい観測成果を上げた。しかし、その後継機に最低限必要な額の予算がつかないといった内部の問題が浮き彫りになり、また、ハヤブサに対する一般の注目度が高かったこともあり、 従来の挨拶にかけていたプログラム的探査を行うことによる戦略性の確保と探査失敗時の早期リカバリや計画を規定するロードマップの必要性を主張する声が内外から大きくなる。それによって2007年4月1日、月、惑星探査推進グループが設立された翌年、月、惑星探査プログラムグループに名称変更。j スペックが実施する月、 惑星探査のロードマップ及び J スペックの運営に寄与する委員会の進め方について検討するために設立に先立つ2007年1月16日宇宙理学委員会内において太陽系探査ロードマップ検討小委員会が開かれた小委員会での議論は宇宙理学委員会で従来用いられていた太陽系科学ロードマップを2006年8月23日に SAS 有志が大幅改定した太陽系科学ミッションのロードマップを叩き台として進められた。省委員会報告を受けて JAXA は2008年8月に内外の専門家40人による宇宙探査委員会を新た設置した。これによって従来の宇宙科学委員会の枠とは別にロードマップに沿った新たな計画を設けることが可能となった。新体制における 太陽系探査計画の中で、望み光景の火星探査機など、ISES の実施する、日本独自の惑星環境探査機には従来通り、プラネットの名称が与えられる。他に月探査を目的とする、SELENE シリーズ、主原天体探査を目的とする、はやぶさシリーズ等があり、これらは、j スペックが実施するものとされている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。